まずは1号艇馬場佳也選手。2号艇池田浩二選手。3号艇浜野谷健吾選手。4号艇西山隆弘選手。5号艇井口義則選手。6号艇前田翔太選手。以上、2日目セカンドドリーム戦の出場選手へどうぞ盛大な拍手をお送りください。それでは選手の皆さんはお座りください。早速インタビューを始めさせていただきます。1号艇の馬場選手はセンターマイクへお願いいたします。1号艇は馬場佳也選手です。こんにちは。はい、こんにちは。さて、今年の1月周年以来の若松となりますが、はいはい、若松水面印象的にはいかがでしょうか。まあ、可もなく不可もなくみたいな感じです。はい、今節は7号機を手にしましたが、全権での印象いかがでしたか。正直あまり良くなかったので、昨日全権終わってちょっと大きい部品を変えさせてもらいました。まずはどのあたりの足がちょっと足りないなというところだったんでしょう。まあ、ストレート含めてちょっとターンの体感もちょっと良くなかったので、まあ、全体的に物足りなさを感じました。スタート練習の感触はいかがでしたか。まあ、勘ぐらいは言ってるんですけど、まあ、隣が長田君だったので、まあ、少しその分で劣勢だったんで、まあ、その辺がちょっと気になりました。今日は4レース6号艇9レース3号艇での登場となります。はい、ピットに戻ってからもちょっと作業入りそうですかね。そうですね、今も作業してるのでちょっと時間がないので、はいはい、ちょっと、はい、バタバタしてます。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、明日、1号艇ですけど、逃げれるよう頑張ります。ありがとうございました。1号艇は馬場佳也選手でした。続いては2号艇の池田浩二選手です。こんにちは。こんにちは。1月以来の若松ですけれども、はいはい、船足昨日の全権ではどんな印象でしょうか。とても残念な足してましたね。はい、とても残念。はい、特にこのあたりというもう全体的にですね。まあ、評価通りのエンジンです。はいはい。まあ、今日はもう3レースともう帰ります。そうですよね、行ってきます。はい、最後にファンの皆様に一言メッセージをお願いします。はい、します。ありがとうございました。続いては3号艇の浜野谷健吾選手です。こんにちは。こんにちは。9月には通算 100V も達成いたしました。おめでとうございました。ありがとうございます。さて、今節は35号機を手にしたんですが、全権での印象を教えてください。まあ、昨日は普通ぐらいでしたね。はい、今日はまずは7レースでの登場となりますが、今日の作業としてはどんな感じになりそうですか。まあ、プロペラ外回りをやっていきたいと思います。まずどの足を欲しいというのは。まあ、乗ってみてからですね。はい、はい、スタート練習の感触はどうでしたか。そうです、まずまずエースは生きてると思います。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、一生懸命走ります。お願いします。ありがとうございました。浜野谷健吾選手でした。続いては4号艇の西山隆弘選手です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。さあ、2レースなんでね、早くね。わかりました。若松の評判機の4号機手にしましたが、はい、はい、じっくりちょっと伸びで下がってたんでしっかりします。はい、まずはじゃあ帰ってからちょっと2レースですのでね、はい、時間ありませんからね。はいはい、今日精一杯なので明日のことはよく分かりません。はい、それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。2号艇だけには勝ちたいと思います。頑張ってください。4号艇は西山隆弘選手でした。続いては5号艇の井口義則選手です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。数少ない中間整備が入っていない38号機手にしました。全権での印象を教えてください。問題ないと思います。今日はまずは6レースでの登場となりますが、はい、まずは走ってみて船足確認ですかね。そうですね、はい、ある程度プロペラ叩きながら行きたいと思います。はい、スタート練習の感触をください。はい、大丈夫です。はい、それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、今日から覚えていきます。お願いします。ありがとうございました。5号艇は井口義則選手でした。そして最後は6号艇の前田翔太選手です。はい、お願いします。歩くのが遅いですね。はい、前田選手20号機手にしました。はい、周年70周年の桐生選手の V モーターなんですが、はい、全権での印象を教えてください。雰囲気は良かったと思います。うん、特にじゃあ気になるところは全権ではなかった。そうですね。はい、今日の調整はまずは5レースですけど、どんな感じになりそうですか。とりあえず乗って考えようと思ってます。
スタート練習の感触はどうでしたか？昨日は、まあ、ちょっとスタート届てないかなという感じでした。はい、それでは最後にファンの皆様に一言メッセージお願いします。はい、精一杯頑張ります。応援してください。ありがとうございました。6号艇は前田翔太選手でした。それでは改めましてセカンドドリーム出場選手ご紹介させていただきます。1号艇馬場芳也選手、2号艇池田浩二選手、3号艇浜野谷健吾選手、4号艇西山隆弘選手、5号艇井口義則選手、そして最後は6号艇前田翔太選手です。以上6選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。それでは選手退場です。